よかったですよ。2023年9月16日土曜日14時半になりました。14時半からの番組は大石彩子さんのトークライブです。では彩子さん、よろしくお願いします。なんとなく気になるのよ、あなたのこと。少し前からね、なんとなく気になるのよ、あなたのこと。思うと笑顔になる。メールが来るとそわそわして、声が聞けたらほっとして、会えた時にはドキドキ。大好き、あなたが大好き。今はまだ打ち明けられない、なくしたくない。大好き、あなたが大好き。いつだって気になるのよ、あなたのこと。何をしててもね、いつだって気になるのよ、あなたのこと。思うと不安で、電話をすると会いたくて、会えた時にはドキドキ。大好き、あなたが大好き。いつかきっと打ち明けたい、離れたくない。皆さん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりになってしまいました。お元気でしたでしょうか。今日もいつものようにゆるーくお届けしますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい。ということで、最初からやらかしてしまったっていうか、なんで、
全然歌詞が出てこなくなっちゃった珍しい、ドキドキの歌 手。そう。ヒヤヒヤしましたね。もうタイトル変えようかと思いました。ヒヤヒヤって ね、このまさかのドキドキでこうね、なってしまうとは、なかなか人生面白いです。そうですね。はい。さて、8月はね、まるまるお休みをいただきまして、一生懸命ですね、断捨離&家の中の、模様替えをですね、しておりました。私たちだけでは、どうしてもできないので、こう、プロの方にね、美的収納のプロのですね、海藻明夫さんに、去年からずっと、断捨離お手伝いしてもらっていました。で、最初はね、いつも配信していた部屋を、もっと快適に自分の部屋にするべくですね、頑張っていたわけなんですけれども、なんだか雲行きが変わりまして 子供たちに、自分たちの部屋を作ろうということで、そういうことになってですね みたいな、私としては あやちゃん、今どこにいるんですか？そうす。私ね、リビングにリいてビです。ング？そうなんそう。ですね。そうなんです。私と主人は、リビングと、隣の部屋、寝室兼居場所みたいになってですね。で、子供たちは、一部屋ずつ、私と主人が使ってた部屋を、子供たちに、渡すってことになりました。そう。空間心理し、空間心理学を学んでいらっしゃる、その美的収納のね、海藻明夫さんとか、そのチームの皆さんですね、建築が専門の方がいらっしゃったりとか、そういうですね、女性3人のこのパワーですね。この女性3人によってですね、いろいろとこう整えられていってですね、一気にこの、最初にね、ヒアリングがあったんです、家族全員にね。で、この私たちにとって、どんな家が果たして、住み心地が良くて、適していて、なんていうのかな、理想の家なのかっていうことを、ヒアリングしていただいて、それをもとにですね、全員の理想を叶えるには、5LDK の家に引っ越さなければならないということになったんですけども、なかなかね、そうですよね。そういうわけにもいかないんです。ね、夢は持ってるんですけども、でも、この今住んでいる家の中で、できるだけ、叶えようということで、まずは子供たちの、なんていうのかな。子供たちの願いを叶えていこうということで、こういう形になったんですけども、でもね、こう、引っ越ししたかのような、こう、すがすがしい感じがあって、ていうかわですかりね。ます、わかります。なんかちょっとそう。ね、家の中で変わっただけでもそういうのありますよね。あります、あります。それで家具も、テレビボードとか食器棚とかも新しくしてですね、そうで、クローゼットもちょっと改造してですね すごい。行かなきゃ。そのね、女性チームの、その利休という女性チームの皆さんが本当にこう素晴らしいわけですよね。で、2日間かけてこう大移動して、あらかた終わってですね。今は、物の置き場、ちょこちょこ、こうね、
探したり、こうがいいんじゃないかとか、こう工夫しながらこうやってるわけなんですけども、なんかですね、やる前はちょっと気が重かったんですけど、だいぶ快適になりました。で、このマイクとか配線とかやれ、パソコンとか、なんかそういうのがですね、まあちょっと今、困ってるところっていうかですね、まあそんなに困ってるわけじゃないんだけど。そっか、配置が変わっちゃったからないですね。そうなんですよね。そのマイクとかの配置も、そのチームの人たちは考えてくれるっていうところまではやらない。そうですね。まあそれはそのこうやりやすいやりにくいがあったり、いろいろするので、私がやるっていう感じだったんですけども、でもね、びっくりしたのが、私はその女性のね、お一人の利休の方と物の厳選をしてたんです。ハンカチとか靴下とかわーってやってる間にですね、こうひっそりといつの間にかピアノが移動していたっていうですね。なんで？いや、この電子ピアノって結構重いじゃないですか。で、まあ昔ね、父とか兄とか、親戚のおじさんとかいろんな人がこう手伝ってくれて、移動したことがあったんですけど、結構さ、よいしょとかさ、行くよとか、とかなんか言いながらさ、あ、ちょっと待って、下ろして下ろしてとか言いながらやってたわけですよ。そんな簡単ではなくね。そう。だけど、なんか、ピアノのなんとか配線はどうのこうので、こうのこうのでとかっていう声が聞こえてですね、ピアノの配線、なんていう、なんかこう、錯覚かなと思ったんです。あまりにもスムーズすぎて。そしたら、あゆこさんもピアノ来たからねって言われて、いつ？いつ？みたいな。そう。そしたらですね、男性一人と女性一人の二人でですね、スーッとスマートにあ、運んでくださ何だろう、何か下に敷いてたりとかしたのかい。多な。分そうだと思います。スライドさせてね。いやー、びっくりしました。そう。っていうことがですね、なんかこう、子供の机の移動とか、そう、すごいこう、大変かなーなんて思ったりしたんですけど、タンスの移動とかね。だって全部中身出しますよね、一回ね。出さないでいいんですか？そう、そのまま運んだ感じです。もちろんその、事前に入れ替えられるとこは入れ替えてたんですけど、いやーなんかね、すごくこう、スムーズでパワフルで、しかもその、綺麗に収納してくださってですね。いいですね。そう。でも、ここでこう、困るのがですね、この、箱の形状とかそういうので私たち結構覚えてたりするんですけど、中身を出して、こっからここまでがこれで、こっからここまでがこれでみたいになってると、あれ、どれがどれだっけみたいなことにやっぱりなっちゃうんですね。そう。なので、まあ、とりあえずこのカバンに入れとけとか、ここの引き出しに入れとけっていうところがまだ何箇所かあるんですけれども、でも、快適に生活ができて、おります。2週間ぐらい経ってんのか。でもだいぶ慣れてきましたね、その点。だいぶ慣れてきました。というところで、夏、その8月はもう片付け&移動で終わってしまい。でも、9月のね、横浜の補助犬フレンドリー祭りとか、あとね、そう、そこでもまあ楽しく演奏させてもらったんですけども、
一つ出会いがあって、北九州に住んで、北九州で活躍されている、波多野直さんという、シンガーソングライターの方と一緒にコラボさせていただいたっていうのが新しい出会いです。練習難しいですよね。もう練習は、その当日ぶつけ本番だで。け、当日ね、中本番のに、前に、リハーサルみたいな。そう、なので、お互いにこう音源を送ってあって、こんな感じで、みたいな感じで、もうドキドキしながらお会いしたんですけど、もう練習中から楽しくてニヤニヤしちゃってね。そうなんだ。そう。まあちょっと、お石さん可愛いとか言われちゃって、あんまりニヤ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 してるから。そんなに嬉しかった。そうですね。彼女もおっしゃってましたけど、全く声の質が違うんですよね。パワフル系のですね、こう、愛みなたいんだ、な感じですか？そう、とか、ミーシャさんとか、そういう感じの、結構パワフルな感じなんですよね。で、まあ、その方と一緒に歌った歌を、まあ、これからちょっと歌ってみようと思うんですけども、二人でハモったりとかした時に、いやー、全く違う声質だからこそ、なんかこう、醸し出される、こう、ハーモニーが気持ちいいよねーっていう。で、彼女の作ったオリジナル曲も一緒に演奏してっていう形で、まあ、燃えるインターンシップって言ってですね、学生さんたちがこう、2週間、企業さんに、研修というかね、実習というかに行って、まあ、その最終日に、お邪魔して、まあ、彼女の作ったこのテーマ、燃えるインターンシップのテーマソングを歌ったり、今から歌うキロロさんのベストフレンドを一緒にカバーしたりとかしてですね、本当にいい空間にで、いい出会い、いいコラボをさせていただいたなって思って、いつか一緒にライブしたいっていうふうに思ってます。いつかって言ってるとね、来ないかもしれないから、実現させようと。北九州にも行きたいし、関東方面、東京でもね、一緒にやらせていただけたらなって思ってます。では、ベストフレンド、歌ってみようかなと思います。が、ちょっと待って、ピアノの音が、ピアノの音、小さいかな。大丈夫そう。大丈夫だと思いますよ。大丈夫そう。じゃあ、行ってみます。もう大丈夫、心配ないと泣きそうな私のそばでいつも変わらない笑顔で囁いてくれた。まだまだまだやれるよ。だっていつでも輝いてもあるよ。仕方ない。ずっと見守っているからって笑顔でいつものように抱きしめたあなたの笑顔に何度助けられただろう。ありがとう、ありがとう。
のプレゼント、まだまだまだやれるよ、だっていつでもみんなそばにいる。力に変わる、ずっと見守っているからって笑顔でいつものように抱きしめた、みんなの笑顔に何度助けられただろう、ありがとうありがとう。 Best friendということで、ベストフレンドをお送りしました。いいですね。ねえ、やっぱりそのなんだろう、まあコロナのね時代があったりして、でこのミラクル始まってですね、まあ、かおりさん、こまちゃんはじめそのミラクルファミリーの皆さんともこう知り合うことができて、出会うことができて、この前ね、シュトボーサイウィークがあって、竹あかりまた作ったり、うん、もうそれもね、夏休みのこの夏のいい思い出になったし、すごく活気がありましたよね、あの場所ね。そうですね、本当にね。そうで、本当にこう居心地がいいんですよね、皆さんと一緒にいるとね。そう、この前の音楽祭も9日にあって、防災フォーラム10日にあって、本当にこう続けて皆さんにお会いできてですね。で今回はお客様もね、たくさん参加していたり、音楽祭も、本当に参加人数多かったですよね。そうですね。その、ジャンルも幅広く。そうそうそう、本当に。そう。出演者もね、そう、たくさんいらっしゃったりして、でも、その、誰が来ても、その、雰囲気が、温かい雰囲気が変わらないっていうのはですね、すごいなーって、すごくいい場所というか、なんかこう、まあ、皆さんのこう一人一人のハートが出ているというかね、同じ方向を向いているというかで、なんかうまく言えないんですけど、なんか
この3年、あれ3年だっけ、4年3年3年か3年だね。そうですね。ね、なんかすごくこう支えてもらったなーっていう、本当にこうしみじみ感じた、なんかこの2日間だったですね。で、その新しいね、その出会いもあって、で、私だったらこう普段やらないような曲を、歌をこうやったりね、挑戦したりコラボしたりとかですね、そういうことができるっていうのもまた幸せだなってこう感じてですね、なんかやっぱり過ごしていたんですけども、そう、昨日もね、こう同級生と一緒にご飯を食べて、話をして、すごくこう元気づけてもらったっていうかですね、なんかやっぱりなんだかんだ言っても人の力ってすごいなっていうか、人、まあ動物、植物、みんなそうだけど、こう支え合ってね、生きているんだけれども、やっぱり人をね、傷つけちゃったり、ね、悲しませちゃったり、することもあるけど、でも人を元気にしたり、ちょっとね、背中を押したり、なんだろうな、できるのってやっぱり人の力じゃないかなってすごく、最近余計に感じる。はい、そんなことを感じております。そう。で、まあちょっとここでお知らせさせていただくと、今度10月の21日土曜日に、目黒の芸術館の家スタジオというところで、サインボーカリスト、手話をされながら歌う方なんですけども、水戸真奈美さんという方とね、一緒にコラボでコンサートをやります。彼女とは、十数年前、12年くらい前に、CD をね、作ってくださった TikTok レコーズさんのライブで、初めてお会いしてですね。で、私のマイライフという、CD、アルバムの、ジャケットデザインしてくださった。はい。方なんです。されてる方なんですね。そうなんです。多彩だよね。本当に。そう。で、企業さんとかね、小学校、中学校とかで、こう、東北、でコンサート、されたりとかしていて、手話って、聴覚障害の方だけのものではなくて、もっと教育に取り入れてね、こう、自分の思いを表現する。っていうことにすごく役立つものだから、その企業の研修とか学校の教育に、取り入れてほしいっていう、この強い思いを持って活動しています。YouTube もね、定期的に、配信してますね。カバー曲とか、で、オリジナル曲も、とっても、なんていうのかな、こう優しくて、時にパワフル、時に優しくみたいな、こう歌声なんですけども、そんな彼女とコンサート、1時半からと夕方5時半からの2回公演になっております。はい、ぜひ
遊びに来ていただけたらと思います。チケットはね、大人が3,500円、小学生から高校生までが1,500円、未就学児は無料となっています。来てくださる方は事前にね、私の方にご連絡をいただけたら嬉しいです。はい、というお知らせをまずさせていただきました。では今日も行ってみようかな。いっぱいありますよ。今日はそうですか。ではちょっとですね、この一声いきます。あなたのために歌を作ります。はい、このコーナーは、ご参加の方にミュート解除していただきまして、私がその方に質問攻めにではなくお話をお聞きしてですね、その聞いたお話をもとに今しかできない、二度と歌えない、即興で歌を作っちゃおうというコーナーです。はい、では今日ミュート解除してくださる方、私に歌を作らせてやろうじゃないかという方いらっしゃいますか？さあ、はい、はい、坪石綾子さん、正常です。ああ、正常さん、こんにちは。こんにちは、ご無沙汰してます。はい、実は私6日前に重大な病気になってしまってね、で私がもう障害者の仲間入りしちゃったんですよ実質的にですよ、本当に 病気だけど。それで、この6日間で何を感じたかっていうとね、はい、人の優しさが身に染みて感じた6日間でした。もう細かいエピソードはいっぱいあるんだけど、そんなことを触れてもしょうがないから、とにかくね、世の中の人っていうのは、優しいですね。ということで、じゃあ意味がわからないから、ちょっと簡単に言いますとね、脊柱管狭窄症っていうのは、病気があるのはご存知ですか？はい、知ってます。脊柱管狭窄症、年寄りがよくなるんですよ、でそれが急激に6日前に重症化しちゃってね、はい、痛くてしょうがないと。どうしたら痛くないかっていうと、前かがみになってると、今もそうなんですけれども、前かがみになってると痛くないと、はい、で起き上がると、だから歩行が困難で、夜中でも 寝返り打つ時にチクチクと痛いんですけれども、前かがみになってると大丈夫なんです。それで、はい、歩くことも、前かがみで、なんとか少しずつ休み休みできて、車にも乗れるから買い物にも行けるんですよ、はい、だから一人暮らしもできるし、ただ電車には全く乗れないから、二度と皆さん方には会えないと。家の中で幸いズームテレビでお顔が見れるんでね、こういうふうに生活がくるっと変わりましたけれども、人の優しさを非常に、感じる6日間でした。へー、買い物に、はい、車が運転できるから、スーパーに買い物に行くでしょ、はい、そうするとショッピングカート、ありがたいんですよね、重たいものを全部、そうですね、積んでね、ショッピングカートは、ね、手で押すんじゃなくて、抱えるわけです、前の方のザルをね、そうすると腰が痛くない。なるほど、背中を丸めると痛くないからね。そういう感じで、駐車場の車のところまで運べるから、一人暮らし、現在一人暮らしなんですけれども、はい、それができるんで、
特に大丈夫なんですけれども、皆さん声かけてくるんですね。大丈夫ですかとか、特に年配の女性なんか大丈夫ですかとか。で、実は私、昨日から今日の午前中まで、マランズルの方に囲碁旅行に行ってきたんですよ。あ、そうなんですはい、ね。車で、仲間がね、車で、家に来てもらって、往復で、ついでに家の中の 片付けまで手伝ってくれたけど、もうもちろん行った先でも私だけ何もしないで、それは、6人の仲間がみんな友人だから当たり前といえば当たり前なんですけれども、皆さん親切にしてくれる。私は腰が曲がっちゃってるから特権で何もしないんですけれども、それよりも外にいる知らない人が皆さん声かけたり、大丈夫ですかとかいう、そういう人のありがたさに、つくづく身にしみて感じるような6日間でした。そうでしたか。もうしょうがないです。そうなしょうの。がないから、もう痛いのを我慢して、前かがみにしていると、ズームにも出れるし、ただ今後、外へは行けないから、ここにの中にいる村上さんなんかも、大田区の工事の集まりで、一月一遍会えてたんですけれども、もう二度と ズーム以外ではお会いできなくなると、原さんや三久美さんなんかにも会えなくなる、ズーム以外はということで、生活が一変しました。以上です。そうですか。そんなことでは歌は作りにくいでしょうからね。一つだけエピソードを言いますとね、この6日間で、ゴミ出し3回あったんですよ。3回とも私、ゴミは出さずにね、出せずに、家の前から7、8メーター先のゴミ置き場まで、近所の人とか、通りがかりの人に全部運んでもらうわけです、ゴミ袋。それで、ゴミ置き場の先のところを通る、小学生の2人の女の子がいたんですね。2人の女の子にね、ゴミ袋、小さいの3泊を運ってもらおうと思って、手招きして大きな声をかけたんです。すみませんって言って、こっちへ来ても、8メーターぐらい先だけど、こっちへ来てもらって、ゴミを運んでもらうということで、そうしたらね、小学生の女の子はね、知らないおじさんに声かけられても応じてはダメだというふうに、言われてるでしょう。実は通り過ぎちゃったんですよ。ちょっと見えなくなったわけ。せっかく大きな声出して手招きしてるのに、冷たいなと一瞬思ったんですよ。ところが2人ね、通り過ぎて姿が見えなくなってからね、5、6秒経ったらね、またも戻ってきて、こっちへ覗いて、戻ってきてくれてね、結局、2人がね、あのおじさん、なんか呼んでるみたいだと、ちょっとまずいなとかいうことでもう戻ってきたんです。だから今度手招きしたらね、来てもらったから、私もこういう中腰の姿勢でね、これをゴミ出してくれって言ったら、もう喜んで2人出してくれて、私その後ずっと見てたんですよ。そしたらゴミを出した後ね、学校へ行く途中で、姿が見えなくなる前にね、こっち側向いたんです。だから私が手を振ってありがとうって言ったらね、お大事にって大きな声で言いながら2人で行っちゃってね、なかなか心温まるシーンで印象に残りました。以上です。
すごいな。いや、全然すごくないんです。いや、私が痛いのを我慢する。いや、薬もあんまり効かないけど、痛いのを我慢すればいいだけのことでね。いや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 、それもまた大変ですよね。はい、娘も、一人娘も横浜にいるんだけどね、うん、すぐに、来るって言って、来てもやることないよ、来ないでくれって言って、断って。心配だよ、娘さんも。そう、だから、昨日出かけた時も大反対で、そんな、行った先で具合悪くなったらみんなに迷惑をかけるからとかいうことで、行ったさ先でも携帯電話なんて心配だって電話がかかってきたりしても、私はピンピンはしてないけども、ピンピン、精神的に落ち込まずになってます。以上です。長い話をすみません。そうでしたか、生活が180度変わっちゃって、病気だけど実質的に障害者の仲間入りになったと。それで皆さんの温かみをよく、すごく感じるようになったのがこの6日間の印象です。なるほどね。ちょっとびっくりしてるのと、なんかこのね、一緒にその温かな、はい、その周りの方たちのお話をお聞きして、こう温かい気持ちになってんのとで、なんかこう私自身がちょっと今どうしていいか分かんない感じなんですけど。いや、みんな心配してるからね。そう、心配ですよ、そりゃ。だから私メールでね、友人とか親戚の人とか発病者ってメールで電話してるんですよ。で、誤解書は細々とまだ続けてるんです。そしたらうちのお客さんがね、具合が悪くなったなんてのはわざわざメールで知らせないでもいいよとか言われたけれども、普段結構騒がしくメール出してる人がピタッと来なくなったらね、高齢だから、私78歳だから連絡しなかったらね、この世からいなくなったんじゃないかと思われるといけないからね、しっかりメールは連絡して、そうするとね、よく電話がかかってきたりするんですよ、お見舞いのね。本当にもうそれは知ってる人だけども、知らない人、他人の障害を持つ人に対しての温かさをつくづく、身にしみて感じるようになりました。6日前っていうことは、6日前だから日曜日、お会いしましたよね。日曜日に、あそこへ行ったでしょう。お会いしましたよね。慰霊堂へ行ったでしょう。日曜日のね、慰霊堂でも背中チクチク痛かったんですよ。そうだったんだ。それは前兆でね、でその日の日曜日の夜というか月曜日の、夜中早朝に、もうこの今と同じ状態になってしまったから、月曜日にすぐに、整形外科へ行ったんですよ。で従来からもらってる薬に、さらに追加で薬もらったけど全然効果なしということで、もう諦めてます。以上です。そうですか。全然後悔してませんよ。高齢化に伴うものでいつかは発病するから、うん、あれ9日と10日ですか、うんうん、行ったのが悪かったということなくて、うんうん、行かなくてもなると思うし、9日も10日も素晴らしい感動する舞台を 見れたから、私満足してるから行ってよかったなと思ってます。病気は遅かれ早かれなるのが誤っただけだと思ってますから。そうなんですね。いやー、ちょっとびっくりしていますが、これ
いや、だからもう今日は、今のおどうしよ話だけで歌はいいですから、う。いや、でもあれですよね。なんか、また今次の回あったかいと歌ころを、作っていただいたらありがたいです。私おしゃべりだからね、何でも話はしますけれども、じゃあ暗いです話ばかりね。であ、すみまいえいえ、暗くないです。いい話もたくさん聞かせていただいたのせん。いや、で、じゃあ、じゃあ、せっかくですからっていうか、ね、お話ししていただいたんで、世のちょっ中と、が変わったと、自分が障害者の仲間になって、世の中が変わって、知らない人たちの、温かみを感じるようになったというのが、そうですよね。まあ、メインテーマではい。すけど。はい。そうですよね。なので、そこら辺をですね、ちょっと歌にできたらいいな、なんて思いながらね、こう、聞いていたんですけれども。はい。じゃあ、作らせていただいてもいいでしょうありがか。とうございます。じゃあ、では、やってみたいと思います。急に背中が痛くて、これからのこと考えている暇もなく、一人ありがとうございました。
はい、あ私りがのとう気ご持ざいちがます。ぴったりで、もう本当で感す謝でか？す。素晴らしい。ありがとうございます。はい。なかなか。泣けてきちゃう。いや。いい歌で。とんでもないです。もう、清浄さん、私も近くにいますから。はい。画面では見れても、もね。う、い直やいや。接お会いすることも、できなくなるな、もう仕方がないことでね。清浄さん。はい。僕もズームつながってる方いらっしゃる、いろいろいらっしゃいますけど、ズームでしかつながってない方もいっぱいいますよ。ああ、そうですか。で、それ村上で、さんね。はい。それでそはい。ういった方とは、絆が一度つながった絆は切れませんよ。あ、そうね、ですね。そうだよね。大丈夫はい、はでい。す。ズー清ムの長所、良さですね。浄そうさでんには、す。少なくとも続いてる人には私がつながってます。ありがとうございます。ありが大丈とう夫。ございます、村みん上ないさん。ます。はい。本当に。ねえ。いやー、ね、びっくりされたと思いますけども。ねえ、皆さんも私も びっくりですけれども。ね、こう、本当に、なんだろうな。みんな、孤立っていうかね、この核家族とかいろいろ言いますけども、うん、つでなもがってね、るんですよそう、ね、つ本な当がっに。てるんです本当よ。にそうね、ですね。ね、ゴミ出ししてくれた女の子たちもそうだけど、ね、声かけてくれてるね、お買い物途中の女性の方たちもそうだけど、主に10年うん。以降の、ご年配のご婦人ですよね、う声かけてん大丈夫ですかとかういうのは、ん。うん。他の人もみんなそう思っても、男の人はあまり声かけないけれどうも、んうんうんうん。そうですよね。本当にね、う何度も声かけられるん。んですよ、大丈夫です。ああ。両足首、膝頭ですね、膝頭に両手を当ててね、両手を当てて、ゆっくりゆっくり歩いて、あと途中で休んで座ったりするから、見かけて声かけてくださるんですけれど、人によってはね、杖をついたらいいんじゃないかと言うんだけど、杖ついたら体が起きるからダメなんですよ。なるほどね。前かがみで両足に体重を。上半身の体重を乗せた方が全然背中が痛くなくってへえ、歩そけうるんなですんよ。ただ。だたくさんは歩けずに少しだけで休み休みということでね。車運転できるのがありがたいですね。そうです本当に。ね。まあでも。無理されないでくださいね。そう、なんかね、私はこう、つい娘さんの立場になっちゃうんで。うーん。娘がね、私の、孫のちょっと状況、体調の状況でね、すぐに行ってあげられないで、ごめんねとか娘が言うけど、来てもやることないからいいよとか言って、それよりも、孫の体調が心配だとかいうふうに言ったわけなんですけれども。昨日も真鶴に囲碁旅行に行ってきて、真鶴に行ってる時まで電話がかかってきて、金曜日でね。で、週末2日間行くって言ったから、土日だと思ってたんですね。あれ、もう今日、一日早くもう今日来てるよとかいう感じでね、びっくりしてたけど。そう、でも頼れるときは頼ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということで、こんな風にですね、おしゃべりしつつ、歌を歌いつつ、そして、歌も作りつつで、今後もゆるーくやっていきたいと思っておりますので、皆さんどうぞ、ゆるく楽しくお付き合いをいただけたらと思います。来週は、何日だ？ 23 日そうですね、23かですな。ね。はい。23日は、はい、やる予定
やっていいんですよね。やっていいんですよね。いいですよ。はい、23日はやる予定ですので、はい、ぜひともね、まあ、また連休なんですね。うん、そうか、連休、今週が連休、今週17、18連休ですよね。そうそう、17、18連休、あ、そうそう、今週が連休ですね。そうですね、うんうん、はい、もうなんかカレンダーがおかしくなってます、頭の中ね。分かんなくなっちゃいますよね。はい、はい、でも大丈夫、生きていける、はいということで、皆さん来週も元気にお会いしましょう。では最後にありがとうをお届けします。いつもありがとう、温かな笑顔で、いつもありがとう、包み込んでくれて、いつもそばにいてくれて、いつもありがとう、愛させてくれて、この世に生まれてきてくれて、ありがとうございました。ありがとうございました。